ティンカーベルと輝く羽の秘密は2012年制作の OVA。2013年1月23日に DVD とブルーレイが発売された。時間は75分。本作で登場する妖精ペリウィンクルのヘアスタイルはケンパブスの協力を得てデザインされている。凍った花、ツララといった冬をイメージしている。販売されたブルーレイには短編。 ピクシーホローゲームズ妖精たちの祭典も収録されている。冬が始まったある日、ティンカーベルは規則で行くことが禁じられていた冬の森へ行き、自分にそっくりな冬の妖精ペリウィンクルと出会った。実は、ティンカーベルとペリウィンクルは同じ赤ちゃんの笑いから生まれた双子の妖精だったのだ。生き統合をするティンカーベルとペリウィンクルだったが、ティンカーベルたち普通の妖精は、 冬の森では、羽が凍ってしまって飛べなくなってしまうのだった。冬服を作ったティンカーベルだったが、高いところから転落して、大惨事になりかけたので、冬の森の外へと送り返されることになった。せっかく空いたペリウィンクルと別れるのを嫌がった。ティンカーベルはペリウィンクルを連れて、クラリオン女王に愛規則を変えてもらおうと考えるが、ペリウィンクルは暑くて、冬の森の外へは出られない。 ティンカーベルは自分の能力、ものづくりを活かして雪製造機を作り雪を降らせることでペリウィンクルを連れ出すことに成功する。しかし、雪の材料である氷がすぐになくなり、ペリウィンクルの羽が溶け始めた。慌てて冬の森に戻ったことなきを得たが、冬の森の蝶、ミロリはティンカーベルとペリウィンクルに二度と会わないよう厳明する。規則を作ったクラリオン女王も、 緑に同意していた。声は吹き替えを行った声優を英語版、日本語版の順に記した。ありがとうございます。